はい、おはようございます。今日は中田証言か。もうね、冷え込みも、日に日に厳しくなって、今日なんと、水温11度。もうですよ。はい、ということで、簡単じゃないと思うんですけど、この時期はね、H1 でちょこちょこ来てたんで、なんかその感じでできたらと思います。よろしくお願いします。はい、ダンクフローティング、お菓子フローティング、お菓子フローティングじゃないよなんでお菓子バージョンのフローティングから、お菓子から側面がチャートで、上下がちょっと透ける色っていう、ちょうどいいね。今水高い、高いとこから下がってる。ないな。よし、ちょっと狭いとこは流れ強いんで、広いとこ行こう。よし、はい、オーバーライド16分の3、 5g ですね。ちょっとカバー絡めてやってみます。そうだけど、バレんな。バレたちっちゃかったら、ちっちゃかったけど、浅いところで食った。浅いところで食った、上の方てか向こうの方でビシャって言ったら、ここで食ったねちょっと意味わかんないけど、活性上がったかな。バレたよ、チキショウ。すごい巻いてる。え、やべえでしょ。まあ朝一ってのもあるかもしれないけど、でもなくしないよ。まあ今日これなくすかどうか、生き残るか、まあずっとじゃないけど、もう一回食うかな。よし、ちょっと移動しよう。やべえやつだやべえやつだなんだよ。え、バスじゃないねバスのわけねえよ。こいじゃねい
だろめ。あ、取れた。ふう。他挙手も何か分かるようになってきたね。ボトムで引っかかったからね。恋でした。まあもうすぐ12月、この正弦なんかもうちょっと暖かいかなと思ったらもう水温ほとんど変わらなくて今 10.9 度、だから本当にもう一桁間近なんで、まあやっぱ秋の終わりから冬の入り口、これ一桁になったらね結構冬っぽくなって、まだ15度ぐらいの時は、まあ、正弦は特にこう流れがあるから、魚が動いてこう、まあ、ルアー食べてくれるタイミングがあったと思う。ただやっぱこのぐらいになってくると、まあ、その時間がねどんどん、まあ、活動する時間がこう減って、移動距離も減ってっていう感じになってきて、だからまあルアーで言えばやっぱりクランクベイトでよく食ってきたのが今度はシャットになって、今度逆にメタルでね釣れなかったのがどんどんメタルに反応するような感じになってくる。でワームの釣りもね、時間帯関係なくこうねバンク沿いで釣れてたのがやっぱり朝夕中心に、あとは結構ね、しっかり動かして、追ってきて食べてたのが、ね、ポンって落としてちょっと経ってムッと重くなるとかいうバイトが多分増えてくるということで、まあだんだんバイトの集中するタイミングがやっぱりいい時間帯のみになってきたり、ね、あとやっぱ風がしっかり吹いたとか、あとやっぱねもちろんダメな日も多くなってくる、ね、やっぱり水温が低下するような日、ね、日中もう、ね、北風ビュービューでもう寒くてっていうような日はやっぱり釣れづらいし、まあかといって、こうやってね朝夕冷えて、日中晴れてっていう日はやっぱり釣りづらくなる。まあちょっとね暖かくて曇天とかだとやっぱり、ね、日中も釣れたりすると思うんだけど、まあただやっぱ晴れた方がどっちかっていうとやっぱ晴れて水温上がってっていう方がこういうシャローマッティは良かったりするんで、まあ、日中ねあんまりバイトないかもしれないけどその分水温上がった分夕方こう、ね魚動いてとか、まああと稲子とかね他のベイトもこうちょっと上ずって波紋が出るような時間帯はすごい逆に釣りやすいかなって。ポイントもまあどこでもっていうよりはある程度バイトがねこう集中する場所っていうのは限られてくるというか、うん、まあそういうとこをしっかり狙っていけばね逆にまだまだ釣りやすいかなと、うん、ただこれがね8度7度になってくると本当冬になってくるから1日1バイトとか2バイトものにすると、大きいのが釣れるっていう日が多くなると思います。まあでもよく釣れるフィールドではあるし、ね、ハイシーズンはいっぱい釣れたりするんだけどやっぱ冬のこういう釣りも面白いのでテクニカルだったりねしっかりコース狙ってとかいうことが生きてくる季節なのでぜひ、まあね、こういうシャローマッティもそうだし、まあ、ノイケとかもそうだよね。今日使ってる、ねまあ、シャット系、まあ、ハイカットとかダンクとかあとオーバーライドとかいうのはこれからの時期活躍するルアーだと思うので、まあ、同じ感じでやってもらえば、ね、いいと思います。ちょっとヘビーすぎるのでパンチング 21g ビーフテキビーバー 3.5 ね。余裕だね。
ちゃいかな。よいしょ。あー、バレた。あれ、ついてた。そんなことある？反応するんだね。勘弁してくれ。でけえけどさ、カバーで食うかよ。またかくそナイスコンディションだなこれ。バスでしょ。カバーからちゃんと出てきたね。55センチ。次はバス。はい、お疲れ様でした。結果、ずれということで、まあこの時期なんで致し方ないかなとは思うんですが、まあ一応バイトあったんでね、撮りたかったです。ということで、まあ、シャット系がちょっとあまり、まあ、バイトもなかった方なかったんであまり良くなくて、まあメタル系にね、やっぱりいいのかなと思って、オーバーライド結構時間割いたんですが、まあ最後もバイトあってしっかり乗らずっていう感じで、まあちょっとしたことなんでね、取れたり取れなかったりっていうのは必ずあるんですが、にしてもまあ使い方ですね。カバーにこう入れて、オカパレアはもう本当足元投げちゃうともちろん取れないんでね、足元の護岸とか、ちょっとしたね何か障害物がちょっと絡んでるところ、布系のこう障害物じゃなければほぼほぼ取れるので、特に木とかはね、まあシェイクしながら落としていって、シェイクしながらこうかわしてピックアップしてあげるという感じで、絶対やっちゃいけないのはギュッて引っ張る。もうでもそれは最終手段ね、最終手段で、ずっとシェイクしてればね、針がね引っ張らない限りは刺さらないので、半掛かり状態でボディ振ってあげると取れます。なんで、まあ、今日も朝から同じ、オーバーライド、これでロストゼロということで、まあ、できたので、まあ、ぜひやってみてください。はい、お疲れ様でした。はい、おはようございます。今日は長門証言リベンジです。必ず釣りたいと思います。この前水温2度ぐらい下がって8度ちょっと、だんだん冬っぽくなってます。はい、オーバーライドです。
よっしゃ、すげえ汗とか出た。カバーこれはねいくつか条件あるんだけど、まあ浅いところ、まあそこに落とすと、で多少ねこうカレントがちょっと避けれるような、張り出したところの裏とかへっこみとかいうところギリギリに落とすと、際に板が出てくるという感じですね。はい、お疲れ様でした。長門証言、まあ、証言ばっかりですけどね、リベンジ、ということで、1400のと、1キロぐらい、いい魚が、釣れたのでリベンジ成功ということでいいんじゃないかと思います。釣れ方は、オーバーライド、5g、これを、まあ、最初はね、カバーだったりこう水深があるところを狙っていったんですけど、まあ、結局そこはほぼね、バイトなく、まあ、逆に今度はね、振ってすごい浅くて、シャローフラットが広がって、まあカバーとなるようなフローティングマークがあるようなところで、まあ、かつね餌がいる、というところでもう入れたらねもう50センチとか表層で1匹目なんかもうトップかっていうぐらいにこう表層ねあるようなバイトで、めちゃめちゃね、コンディションがいい、寒さにこう負けないで、動き回ってるような、個体が釣れたんで良かったと思います。はい、お疲れ様でした。